あの人たちの言っていた創世の渦への道ってこの旅の扉のことみたいね。創世の渦、そこに何があるのか確かめないと。行きましょう。ここは村のようだけど、ほとんどが壊されていて跡形もなくなっているわ。あの人たちここにはいないみたいね。村の外に出て創生の渦を探してみましょう。あ、どうかしたか？何か気になることでも？カムシカみたいな顔、穏やかなような、寂しいような。出来上がれ。あれが創生の渦。調べていないのはあとはあそこだけね。あの洞窟を抜ければ創生の渦へたどり着けるかもしれないわ。中に入ってみましょう。
創生の渦にいるあの人たちに早く追いつかないと。崩します。
かげです。来たか、アンルシア様に盾つく者よ。創世の渦へ向かうつもりならば、この私を倒さねばならんぞ。だが、キルギル様の研究によって魔物の力を得た私を、果たして貴様らごときが倒せるかな？
ここまで来られたということは、ゲゾラメは倒されたようですね。ですが、ゲゾラは試作品に過ぎません。あなたはまだ、キルギル様の研究成果を何も知らぬに等しい。人と魔物を合わせた、このグリモスの力、その身で思い知るがいいでしょう。ゲゾラよりも研ぎ澄まされたこの力、背中は任せました。しまいました。
なるほど。キルギル様がここの守りを私に任せた理由が今分かった。私はお前を知っているぞ。アラハギーロ王国でのベルムド王との戦いは見させてもらったからな。それだけの力を持つお前がアンルシア様に敵対するというならば、私はお前を仕留めねばならん。これまでに戦った魔装兵と同じと思うな。キルギル様の研究の集大成、究極無双の兵士、それが私なのだ。Thank you.
アンルシア様の敵では。
ょ。まさか本当に追ってくるとは。なんと哀れで愚かなる実験素材。ひょーっしゃ。実験素材、一体何を企んでいるの。やれやれ、無知で無学で無教養なあなた方に特別に教えて差し上げましょう。あれこそは創世の渦、全てを作り出し生み出す創世の魔力のその根源に通じるという力の象徴なのです。あの渦に秘められた魔力、果たしてどれほどのものなのか、あなた方に想像できますか。できませんよね。でも悲観することはありませんよ。すぐに体験できるのですから。我が姫様はまさに今創世の渦に秘められた絶大な魔力をその身に宿そうとしているところなのですよ。創世の魔力を得た姫様の力はこの私ですら計り知れないものとなり、確実に勇者の力を超えるでしょう。あなたたちの思い通りにはさせない。残念ですが、もう遅いのですよ。感じる、感じますよ。ついに姫様が創世の魔力を、ひゅーひゅっ。姫様、なんと美しい。まさに魔の勇者。見よこの姿を。創世の魔力によって私は勇者を超える力を得た。だが私が望むことはただ一つ。お前から勇者の力を奪い真の勇者となることだ。その前に目障りな邪魔者を排除する必要があるな。魔力がもたらす力をまずはお前で試させてもらうとしよう。
アンルシアよ、何もできぬままこやつが消し飛ぶところをそこで見ているがいい。この偉大なる魔力を存分に味わうがいい。お前の力を見くびっていたようだ。人の身で創世の魔力を得た私とここまで戦えるとは驚いたぞ。だがな、どんなに強かろうとお前では私を滅ぼすことはできない。私に消し飛ばされるという運命だけなのさ。さあお別れだ。これまでアンルシアを守ってくれて感謝しているぞ。の魔力で作られた戒めから逃れただと。これ以上みんなを危険な目に遭わせるわけにはいかないわ。私も一緒に戦います。私たちが力を合わせればどんな敵にだって勝てるはず。これからが本当の戦いよ。
前たちが揃おうとも結果は変わらぬぞ。さあアンルシア、お前の勇者の力を私によこすがいい。相手が立ち上がろうと私たちで打ち倒しましょう。無駄だ。お前たちが何をしようと私を滅ぼすことはできぬと知れ。そう
性の魔力より生み出せし、この闇の衣をまとった今、もはやお前たちの攻撃など通じませぬ。我が力にひれ伏すがよい。なんてまがまがしい姿なの。私の勇者の力であの闇の衣を何とかしてみせれば。みんな行くわよ。気を引き締めましょう。の魔力をもってしても勇者の力には及ばぬというのか。やはり私ではダメだったということらしい。私は所詮作られた存在。本物の勇者になどなれるわけがなかったのさ。作られた存在？そうだ。私は勇者となってお前と入れ替わるため、この創世の渦から生み出された。大魔王マデサゴーラの手によってな。大魔王マデサゴーラだが、私は勇者として覚醒できなかった。出来損ないの失敗作と蔑まれ、大魔王に見切りをつけられたのさ。それでも諦めきれなかった。私には勇者となる以外に生きている価値などないのだから。覚醒するために何でもやった。できることは全てだ。しかし何をしようと覚醒の時は訪れない。その時だ、お前が現れたのは。私の体は歓喜に打ち震えたよ。本物の勇者からその力を奪えばついに勇者になれると。その結果がこのざまさ。ことを教えてやろう。大魔王に作られたのはこの私だけじゃない。
この地に生きる者のすべてが、存在する者のすべてが、大魔王によって創世の渦の魔力で作り出されたものだ。ここは偽りのレンダーシア。この地そのものが作られた存在であり、救われることのない呪われし世界なのさ。彼女も自分の運命に苦しんでいたのね。それにしてもこの世界のすべてが作られたものだなんて、大魔王は一体何をしようとしているの？それにここが偽りのレンダーシアだとしたら、本当のレンダーシアは？この世界の秘密を知ったようですね。私はこの時を待っていました。真の勇者が目覚め、偽りの勇者を打ち滅ぼす、まさにこの時を。あなたのいたレンダーシアが今どうなっているか、知る手段はここにあります。これはブレイブストーン。勇者が使ったならば、次元の壁さえも越えて好きな場所に移動できるという秘跡です。それを使えば私たちは真のレンダーシアに帰れるんですか？その通り。偽りの勇者は覚醒を迎えた後に、この石を使って真のレンダーシアへと渡るつもりだったのでしょう。ですが今の戦いで石は割れてしまった。しばしの時がいただけるなら、この私が直してみせますが、いかがです？お願いします。その石を使えるようにしてください。ではグランゼドーラ城の西の塔3階の姫の部屋でお待ちください。石が治り次第お届けに上がりましょう。聞いての通りよ。私たちは一旦グランゼドーラ城に戻りましょう。そして共に真のレンダーシアへ。